ちょっと皆さん知ってます？知ってます？新エヴァンゲリオン発表ありましたよね。新エヴァンゲリオン、来年公開って言ってましたよね。2020年。これどうだろう。庵野監督ちょっとどうなるんだろう。庵野監督さ、新ウルトラマンがの脚本とかなんか言ってるんですけど、これってエヴァンゲリオン制作するの見送る的な、ちゃんと作るんですかこれ。どう思います皆さん。これちょっと思ったんですよ、この発表あって。なんでこの時期に、まあ、この新ゴジラやったじゃないですか。で、来年いよいよ2020年エヴァンゲリオンっていう話になったじゃないですか。そこに持ってきて新ウルトラマンですよ。どう思います？どう考えてもこれ、庵野逃げる体制整えてません？なんかエヴァンゲリオンまたなんか、ほったらかしてウルトラマンの方行くんですかこれ。なんかめちゃめちゃありえませんこれ。なんかそんな予感がしてしょうがないんですけど。皆さんどう思いますか？ちょっとこれは、怪しいですね。